はいどうもこんにちは、ザワと申します。アマイルアイルノーツ実況を続きやっていきましょうということで、まあ前回はね、あのこのかちゃんのまあ服をねみんなで用意してあげようっていうね回だったんですけど、まあ、あのねみのりさんがね来てね、まあみのりさんが全部まあいろいろと用意してね、まあ前回はちょっとねあの白幕もかかるね、まあちょっとあの回がありましたけどもね、あシーンがありましたけどね、まあまあそんな感じでしたね。はい、まあ喉もなんとか治ったので続き実況やっていきたいなと思います。じゃあ行きましょうか。今日は長々とお邪魔しました。まあそんなの気にしないでいいからまた来てよ。うん、ありがとう。またご飯を食べに来るから。はーい、お待ちしております。それじゃあ。はい、また学院で。そうそう、なんかシャーリーちゃんね、なんか朝っぱらから来たんだよねそう、なんかみのりさんがそのね、まあ午後ちょっと忙しいからってことでね、朝っぱらからねちょっとあのまあ服をねあの見に来たって。週明けに。また来週。あ、ウォリックさん、僕が送ってくよ。こんな時間だしね。え、別にそこまでしてもらわなくても大丈夫ですよ。そういうわけにはいかないよ。というわけで、僕は送ってくるから。はい、わかったのです。それじゃあ行こうか、ウォリックさん。もう、先生って、こういう時は強引ですよね。まあ先生してるって感じだけどさ、なんだろう、なんだろう、送り狼みたいな感じだよね今のこの強引さはさ、何かされんじゃねえのっていうようなね感じだけど、まあね、まあ本人からしたら善意なんだろうけどね。万が一ってこともあるからね。わかりました、拒否は諦めます。道中よろしくお願いいたします。うん。僕はウォリックさんと一緒に夜の道を歩き出した。先生、ここら辺でもういいですよ。十分です。お、なんかこの街並みは初めて見ましたね。なんかあのこの背景というか、あーまあこういう場所もあるんだね。そう？いやでもちゃんと最後まで送るよ。平気ですってば。ここからは一人で、目と鼻の先ですから。先生が心配するようなことはありませんよ。ほら、もう見える位置にありますしね。ウォリックさんの家って、あの奥にある大きな門の？はい、あれです。この距離なら、まあ大丈夫か。門の前まで男が送るのも、それはそれで誤解を生むかもしれないし。そういうことならここで。わざわざありがとうございました。気にしなくていいよ。それじゃあ。はい、おやすみなさい。軽くお辞儀をしてからその門の方にかけていく。おお、どこの、あ、これ門ってここら辺かな、あのなんか塔みたいなところが立ってるところのあたりかな。はい、行きましょう。僕はそんな彼女の背中を見つめる。しばらく見ていたのだが、ウォリックさんは何の問題もなく門の中に入った。よし、それじゃあ僕も戻るか。何事もなくてよかったね。ただいま戻りました。お疲れ様、先生。ウェイトレス服を着て、まだお店の手伝いをしていたガイアールさんが僕を迎えてくれる。ガイアールさんもお疲れ様。こんな時間まで大変だね。うん、でもうちの生活に関することだからね、文句も言ってられないよ。まあね、もう飽きないだからね。でも大変だと思ってもらえるなら、言葉より欲しいものがあるな、先生。おっとなんだいそれは。もしかして注文？大正解！正解者には商品として私に注文できる権利をプレゼント。なんなんだこのくだりはまあまあでもね、あのまさきさんらしいね。じゃあスマイルで。マイダリー、親父殿、スマイル一丁。親父殿かい、親父殿かい。おう、仕方ねえな。これでどうよ。キラリーンってなっただけやないか。カウンターの奥で眩しい笑顔を浮かべるオーウェンさん。しかしながらその立派な牙の鋭さに若干の恐怖を覚える確かにな、ええってなっちゃう。いい笑顔だと思います。ありがとうよ。大将のスマイル5円となります。ああ、何、お金かかるのね。安いな、おい。いや、しかも安いっていう。むさい親父殿の笑顔だもん。
どういうか、お金取るの？先生みたいなこと言う人が後を絶たなくてね。笑うのはいいんだけど、あんまり真面目に取り合ってると辛味酒のお客さんもいるから、いつの間にか親父殿がスマイルをすることになった。なるほどな。まあその回避するための手段って感じかな。まあガイアールさんの笑顔なら見たい人は多いだろうな。というか常連さんの大半はガイアールさんの笑顔を見に来てるんじゃないかな。先生ってば、そんなに褒めてもいいことないよ。いや、笑顔が見れるかなと思って。そんなこと言われると仕方ないなって気持ちになるよ。それじゃ一回だけだよ。おっと。なんか笑顔ってなんかこっち側だと結構見てるけどね。必殺スマイル。あ、さあそのエフェクトかかってるだけやない。おお、まあ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 いいね。おお、ファーストフード店並みの素早さで難なく満面の笑みを向けてくるガイアールさん。さすが対応に慣れているというか、やるな。すごく眩しい笑顔だ。はい、スマイル終了。確かに、また見せてほしくなるぐらい可愛らしい笑顔だったよ。特上スマイル5万円になります。高えな。親父殿の1万倍かよ。やばいな、高っ。年頃の乙女の笑顔がそうそう安くはないのである。ああ、その分分割で食事をするということで。マイダリー。とりあえずノンアルコールカクテルと簡単なおすすめのおつまみを。もう夕食は取ったから加減してね。なんだこれ。え、なにこれ、ルート入ったってことですか。待って、わかんない。わかんないけど、7の1で今いきなりこのガイアールさんの、あれが出たんですけど、これは、何なんだ。何なんだ。わかんないけど、とりあえず行ってみよう。日曜日の朝。おはようございます。おはよう先生。って、なんで、もう朝。大丈夫か、応援さん。どうしたんですか？どんよりとしちゃって。なに、寝てねえだけだよ。あくびがでけえな。厨房の中で大口を開けてあくびをするオーエンさん。仕草だけ見ればまるで方向を上げているみたいだ。珍しいですね。徹夜なんて、何かあったんですか？いやな。もうすぐなんだ、グルメグランプリだよ。ああ、なんか B1 グランプリ的な、なんかそういう系のやつなのかな。グルメグランプリ、いわゆるご当地グルメの一等賞を決めるイベントさ。ライゼルグは観光地だからな。へえ、知らなかった。そんな催しがあるんですね。それに出品するメニューを作ってたんですか。まあそんなところだ。うわ、そうだ先生、腹減ってるだろう。ええ、朝食をいただきに降りてきたので。ならちょうどいい、試食してくれねえか。おお、なんか楽しみだね。いいですよ、喜んで。オーエンさんがどんなメニューを考えているのか興味がある、望むところだ。待っててくれ、すぐできるからよ。辛そうだけど大丈夫か。そう言ってオーエンさんは厨房で調理を始めた。それにしても気合が入ってますね。普段の料理でも十分美味しいのに、わざわざ徹夜で新メニュー開発だなんて。まあな、何せ俺っちはディフェンディングチャンピオンだからな。マジか、チャンピオンなのか。そりゃうまいわけだ。すごいじゃないですか。おうよ、だから大会を盛り上げるためにも情けねえ姿は見せられないのさ。俺はますます楽しみになってきたぞ。まずは日本産の米をバターで炒めて香辛料を効かせる。ああ、もうどんどん日本産のものを入れてるんだね。いい香りだ。空腹を刺激されますね。その上に茹でた野菜をたっぷりと乗せる。ああ、もううまいわ。どっか。これはまた豪快に盛りましたね。もうちょっと少なめでもいいんじゃ。そして一晩タレに漬け込んだポロポロの尻尾の肉を直火で炙って
乗せる。いや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 、もうさ、もうさ、あの飯からはさ絶対出ない音が今は鳴ったよね。どういう料理をしてんの今。ええ、ちょ、よし完成だ。なんか効果音多くなったな。テーブルに出されたのは大盛りピラフの上に大量の焼肉が山のように積まれたような料理だった。おお、なんかすごいワイルドだな。豪快ってレベルじゃないですよ。何ですかこれ。名付けてライゼルグッドン。いや、めっちゃ日本の、食材使ってたよ今。どうよと全力でいい笑顔を浮かべる応援さん。だけど徹夜で座った目と鈍く光る鋭い牙とが相まって、つい防衛本能がうずいてしまう。どうだい、香ばしい匂いが食欲をそそるだろう。起き抜けの胃袋が全力で拒否反応を示す程度には。バターで炒めたご飯に肉汁が染み込んでツヤツヤしている。朝にはちょっと濃すぎるな。ちなみにポロポロというのは牛に似た家畜動物だ。おお。味もよく似ていて美味しい。このお店のメニューにも使われている。なんかポロ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 している肉なのかなと思ったら、ポロポロっていう、あのなんかそういう動物の肉なんだ。さあ遠慮なく食ってみてくれ。あ、はい。軽々しく試食を引き受けたことを後悔しつつ、僕はスプーンを伸ばした。いただきま。匂いにやられたか。ん？またかい。またなんかい。戻ってきていきなりの白幕案件ですか。ちょっとやめて、やめてほしいんだけど、マジで。じゃあ行きましょうか。なんで汚ねえの。あ、違う、今の、いや、今のは発言、発音してなかった。ほっかほっか。とりあえずごめん、保管しといて。すみません。予想外のタイミングで大変なものが目に飛び込んできたもので。おはよう、マサキ。珍しく早起きだな。食い物の匂いに釣られたか？絶対釣られたでしょ。うん、そうかも。ていうか、ガイアールさん、いきなりその格好で現れるのをいい加減やめてくれないかな？見えてるから、前、前。ボタンが外れたシャツの隙間から豊かな胸が覗いている。まるで谷間が逆さ向いたみたいに。まあなんかすごい状態だよね。こんな見え方するなんてよほど大きくないと無理だろ。まさきよ、だから言ってるだろ、はしたないから腹は見せるな。腹じゃないんだよな。腹もそうなんだけどさ。まあそう、トール君からしたらちょっと違う部分がちょっと気になるらしいですよ。それじゃあ先生を誘ってるようなもんだぞ。好きにしてって。これデジャビューだな。めっちゃデジャビューなんだけど。ガイアールさんは眠そうに目をこすりながらシャツのボタンを止めていく。やっと終わった。おやじ殿、これでいいかな。うん、いいぞ。いいぞじゃないよ。少しマシになっただけで根本的な問題は何も解決されてませんが。下半身が丸出しになこととか、そもそもその格好で人前に出てくること自体がいかがなものとか、この人たちにどう説明したらいいんだ。これだと胸が苦しいや。で、なんで今度は胸元のボタン外すの。どっちか外さないと圧力でボタンが飛んじゃうんだよね。もうそれぐらいの大きさということが。確かにゆったりとしたシャツなのに胸元だけ異様に張り詰めて窮屈そうだ。にしても今のセリフ、愛理ちゃんが聞いたらどんな顔するだろうなーっていうさ、フラグを立てるのやめて。お前もそろそろ年頃なんだ。そういうとこは恋人にだけ見せるようにしろ。あ、回収しないでよかったね。はあ、恋人か。どうやったらできるんだろう。これさ、絶対ちょっとこれルート入ったよね、これ。待って。ルート入ったっぽくない？これ7の1から、てかさ、7の1もキリがいいしさ、これルートなのかな。まあ、とりあえずやっていきましょう。いい男がいたら、ここへ連れてこい。俺っちが試してやっからよ。試す。そう言って応援さんはもこっと力こぶを作る。あの力的な感じなのね。服
らんだ上腕二頭筋はガイアールさんの豊かな胸よりも一回り大きく、そして鋼のように硬そうだ。あの胸よりも大きい上腕二頭筋だと。どうやったら攻略できるんだこんなの。ガイアールさんの恋人になる男は大変だな。下手すると命がけだ。先生、美味しそうなの食べてるね。よかったら食べる？まだ一口しか食べてないかな。いいの、食べる食べる。顔洗って着替えてからにしろ。あいあい。ライゼルグドンを見てすっかり目が覚めたガイアールさんは尻尾をパタパタ振りながら店の奥へと戻っていった。だからお尻が丸出しだって。もう気になるよなそこな。おお。うまそうだな。毎回うまそうに食うよなマジ。ガイアルさんは山盛りのライゼルグ丼をみるみる平らげていく。親父殿、これ最高だよ。おお、そうか。やば、お前は気に入るだろうと思ってたかな。まあちょっとトール君はあんまりお気に召さないようですが、まあ朝だからっていうのもあるけどね。先生はどうだい？僕はまだ3口くらいしか食べていないの。自分の皿を見下ろす。結局ガイアールさんの分は別で作ったため、僕の前にはまだあの山盛りのライゼルグ丼があった。いや食い切れねえよな。美味しいですよ。遠慮はなしだぜ。ここの具材は美味しいと思うんですよ。ですが、なんでこの肉とピラフの組み合わせは人を選ぶと思います。こってりしすぎていると言いますか、できることなら別々に食べたい。まあ、だろうな。あと量が多すぎると思うんですが、これパーティーの大皿くらいありますよ。なことねえだろ。なことねえの。それオーエンさんの一食分だからじゃねえの。とオーエンさんは自分の娘を見る。裏切るの、おかわり。多分ね、セリアンスロープと普通の人間の胃袋多分違うと思うんだ。多分違うと思うんだ。ちょっと価値観が違うと思うんだ。悪いな、もう材料がねえんだわ。じゃあもらってやれ。トール君のをもらってやれ。あ、よかったら僕のを少し食べる？いいの。いいの、キリッツ。もうその口元がもう猫みたいな感じになってるけど。ああ、好きなだけ持ってって。ホットアンドの息をつく。もうこれを朝に食うのは重いぜーっつって、こうでもしないと僕の皿から中身が消えてなくなるまでに丸一日かかりそうだったから。どんだけ多いんだよ。まさぎ、あんまし食いすぎるなよ。後で母ちゃんに何か食わせてもらうんだろ。お、母ちゃん。そうだった。母ちゃん。うん、母上がね、仕事でライゼルグに来てるんだ。今日これから会いに行くの。ってことはまあ普通の人間なのかな。へえ、それで日曜なのに早起きだったのか。朝はめっぽう弱い彼女が休日に早起きしているところは見たことがなかった。お母さんと会うからだったのか。それにしても店に来るんじゃなくガイアールさんから会いに行くんだな。親父殿、本当に来ないの？ああ、俺っちは店があるからな。少しくらいいいと思うけど。仕込みだけして開店時間前に戻ってくればいいんだし。ああ、なんか会いたくねえの。オーエンさんはなんかちょっとそこら辺恥ずかしいのかな。その気になりゃいつでも会えるさ。俺っちに遠慮せず行ってこい。ああ、なるほどね。もうそういう関係性なんだな。もうなんかもう信頼し合ってるみたいな。今日は店の手伝いもいらねえからな。うん、わかった。答えるとガイアールさんは僕の皿から移したライゼルグ丼をまたむしゃむしゃと頬張るのだった。すげえな、胃袋どんな感じになってんだろうな。それじゃ行ってきます。はい、ということでじゃあね、今日はここまでにしましょうかね。はい、まあちょっとこれルート入ったのかどうなのかっていうのがねすごいわからないんですけど、多分入ってないのかな、どうなんだろうね。まあこれまさきガイアールさんのシーン、固有シーンなのか、ルートに入ってシーンなのか、ちょっとどっちなのかね、ちょっとまだわからないんですが、まあちょっと表記はね、また後々考えようかなと思いますが、まあ調べて
ておきますということで、まあね、喉も回復したので、まあこんな感じでまたね、動画上げていきますので、よろしくお願いいたしますということでね。はい、ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひね、チャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。